言い訳メイビー。泉井新規です、嬉しい。13年目。おー、あ、13年くらいの方が多いですね。あ、13年目が多いですね。嬉しい、私きっかけで好きになってくれたって方もいらっしゃって、ポニーシューとかなんだ。結構前からですよね皆さん。すごい、でも本当に長く好きでいられるのって本当にいいことで、すごいありがたい。みはいつなんだろう。でも皆さんみたいに公園行ったりとかできてなかったからな。握手会とかも全然あれだったからな。いつぐらいなんだろう。2011年とかかも。2011年ぐらい、2011年ですね私は多分。公演全然当たらなかった。やっぱそうなの？そっか。じゃあ今当たる方だよね。17年前は17期の子らは10歳とかかって考えたら寝られなくなった。そうだね、10年前私10歳だし、のんちゃんとか一桁じゃない。2010年か11年、多分、でも10年かな、10年11年ぐらいです。自分より歴先輩だ、本当？初めて買った CD とかグッズ、CD とか覚えてないな。でもあれ買いました、アルバムめっちゃ買って聞いてたな。神曲たち多分そのあたりだと思います。初めて自分のお小遣いで買ったのが初めて、それまではお金がなかったから中古で買ってたんですけど、初めて新品でお金出して買ったのはソーロングかな。ソーロングの時に自分で貯めたお金で CD を買いに行った記憶があります。レンタルとかしてたよ CD。 レンタルしてた。ソーロングの買いに行って、でも北海道だったから届いてなかったのかな、確かなんか届いてないか雨の影響かなんかで、その発売日に買いに行った、発売日かなんかの日に買いに行ったのにその時買えなかった記憶がある。学校帰りにおばあちゃんに迎えに来てもらって車で買いに行ったのに売ってなかった記憶がある。
悲しかった記憶があります。なんかそう、なんかそんな記憶がずっとある。最近の子でもそういうエピソードあるんだね。あるよ、 CD 世代です。なんなら私あれも使ってましたよ、全然。カセットテープ、カセットテープっていうんでしたっけ、 CD の前のやつも全然使ってました。 MD か、 MD 使ってましたよMD の世代です。全然全然 MD 世代ですよ。バトンの時に踊る時の CD とか MD で使ってました。カセットじゃなかったMD でしたMD 世代です。水色ピンクあった、水色ピンクもあったし白もあったよねはははは、笑えない、はははは , 笑いたいのに笑えないはははははってなる苦しい苦しい、笑いたいのに、ああ熱、苦しい、やばい人になってる咳ね治んないんですよね、治したいのに、いっぱい食べていっぱい出てるのに ってなってました顔かい、熱い、咳すると赤くなる MD 使ってましたね。 AKB がいっぱいめっちゃ見てました。AKB がいっぱい見て、野菜シスターズ踊って踊ってました。それかけていつも野菜シスターズ踊ってました。あとは飛べないアゲハチョウのあのちょっと下が水に濡れてるやつのところでヒールで踊ってるじゃないですか。あれも結構好きでたくさん見てました。なんかあの感じが結構好き、なんか水が踊るたびにちょっと跳ねる感じが好きでよく見てたりとかしましたね。正直将棋が好きだった、わかる、面白いですよね神曲たち持ってた。え、確かに CD は持ってたけどね、 DVD はね持ってなかった。あれ DVD の話、今 CD、 あれ神曲たちって DVD ありましたっけ。 CD は持ってました。あれ CD のみだった、持ってました。じゃあAK ビンゴあれだよね、今もうできない企画とかめっちゃありますよね できない企画多そう。コンプラーで、そうゴキブリさあの中に入れてさ息吹き合ってとか絶対嫌なんだけど、あれあれやるぐらいなら私やめるかもしれないってぐらい本当に嫌だ、本当に絶対に無理だから。本当に先輩方って本当にすごいって思ったし、なんか
仕事魂がすごいなって。あれセミか、あれゴキブリじゃなかったっけ、タガメだったのか。さすがにG ではない、いや G ではなくても嫌ですよ。タガメか。絶対できない、絶対に嫌だ、絶対にそれやるってなったら私やめちゃう、やめちゃいます、帰っちゃう。その時だけ肺活量、え、帰っちゃダメよって言われた。いや無理無理、虫食べるって言われたら無理だよ、無理無理無理。顔に落書きされるのが一番嫌だった。ゆきりんさんね、全然あのタガメとか食べるんだったら顔に落書きしてください。あ、落書きとかもうしたじゃんね、あれでしたじゃん、年末年始の意見でもうなんかグニコウジさんとかね出てたでしょ。私は結構小さい頃あれが好きでした、ファッションショーみたいなやつ、ファッションショーみたいなやつの島崎さんのあの代官山デートコーデみたいなやつの時のめっちゃ服がめっちゃ可愛くてもうずっと忘れられないです。あの時の服めっちゃ好きでした、理想の服でした、覚えてますか。あれ可愛くないですか。そう、審査されるやつです。あれ面白いよね、私もああいうの好きなんですよ。その時のピンポイントで覚えてる、だって結構めっちゃ好きな服装だったんですよ、だからねめっちゃ好き、覚えてる。変なバッグ、あと咳心配。いやそうだよね、咳はでも多分いつか治る。そりゃそうね、夏風邪皆さん本当気をつけてください、治りにくいので。イジリーさん出てきたらどうする。イジリーさん本当にねお優しいんですよ。どうする。トローチ、あのねあれ持ってます、のど飴も持ってます。肺のレントゲン。そこそんな、でもまだまだ大丈夫、そんな1ヶ月とかなわけじゃないから。夏風邪大変、咳止め買おうと思ったんですよ。でゆきたんに「買いなよ」って言われて見に行ったんですけど、とても高くてやめました。超高かった、薬こんなにするのかって。しかもさ病院でねもらえばよかったんだけどさ、病院でさその時ここまでひどくなくて咳が、だからさ
病院の先生に「ああ多分そんなにひどくないので薬いらないです」って言っちゃって、咳止めはいらないので解熱剤とかだけくださいって言っちゃって、今になって後悔してる。もらっとけばよかった、もらえるもんは全部もらっとけばいいって思いました。今後はもらえるものは全てもらいたいと思います。何があるか分かんないからね。龍角散のど飴、まあ治らなさすぎたら薬買いに行きますね。うがいしてるよ。公園までにソーダ直さないとね。焼肉では咳止まらんか、止まらなかったわ。美味しいもの食べてもダメだった。喉痛くない、咳だけなんだ。あと効かんか、こんちゃんも効かなかったよ。今日のケーキも効かないかな。咳って治りにくいよね。市販薬は全然持ってなかったです。てか熱出た時も薬持ってなくて大変、何も持ってないんだ、何もなかったんです。私何も薬持ってなくて、熱出てから買いに行きました。一人暮らしでも、一人暮らしの人自分で買わなきゃいけないじゃないですか。きついよね。薬、あ、そうで、ホテちゃんにもらってしんどすぎてタクシーで薬局に行きました。アマゾンの欲しいものリストにあげたらみんな送るよっていっぱい薬届く。みんな私の生活支えてくれるんですか。コロナじゃないです、陰性だったんです。いいよー、よくないよ。
わあ、粉薬嫌だな。なんか小さい頃ってさ、粉薬しか嫌だって思ってたけどさ、もう玉薬飲めるようになったらもう玉薬しか嫌じゃないですか。粉薬の苦さが嫌い。え、玉薬って言わないの、みんな。え、みんな玉薬って言わないんですか。え、玉薬って、玉薬じゃないの。って言わないの。 え、知らない知らない。え、錠剤なんて言ったことないんだけど。 いや、みも混乱すぎるんですけど。初めて聞いた？玉薬って言うよね。 玉薬って言わないの、みんな。え、嘘、びっくりした。何、錠剤？錠剤なんて使わないよ、そんな。なんか大人ぶってんじゃないよ。 大人ぶってんじゃないよ、本当に。 これ北海道弁なのかな。カプセルって英語にしないの、みんな。大人ぶらないの。 嘘だよ。子供の頃から錠剤。いや、大人だな、みんな。マジ？え、言わないのかな？びっくりしちゃった。そうなんだ。ちょっと身も今度から大人ぶろう。錠剤ってでも絶対出てこない。だって生まれて19年玉薬で生きてきたからさ。 私思うんですよね。もしいつかさ、もし将来さ、卒業してさ、結婚して子供ができたとするじゃないですか。まだ分かんないけど、できる気しないけど。もしそうなった時にさ、私絶対にさ、本当の言葉を教えてあげられないの。無理。絶対さ、絶対変なってか、身を教えちゃう気がするもん。無理だなって思った。イントネーションも全然正解わかんないし。ちょっと困ったね。困った困った、困った困った。 これでいいの？ パパが頑張るしかない。 頑張れー。あ、子供が教えてくれる、逆に。 子供が教えてくれる。任せてください。任せました。それ以前にそんな湖を理解してくれる旦那を見つけないと。そうですね。まだ関係のない話なので。誰か御湯辞典作ってほしい。え、御湯辞典作ったら皆さん理解してくれますか？勉強してくれますか？この人のお世話は本当に骨が折れます。3ページで挫折。ねえ。ねえ、読んだよ。 今日「ゆるきゅう」って言っちゃった。 間違えちゃった。だって読み方わかんない。緩急か。でも緩急って言われたら、ああ、そんな言葉もあるなーって思いました。ゆるきゅうって言っちゃった。
そうだね、緩急ってあったね、そんな言葉。ゆるきゅうです、皆さん使ってください。でも読むよね、ゆるきゅうって読み、別に間違えの読み方ではない、どっちも。だってきゅうって読むし、ゆるいって読むから、まあ読み方を訓読みか音読みかを間違えただけで、まあ別に読めなくない。頑張ったら B4 になれる。なりたくないよ、私はもう今の座を守り抜きますよ。お、お話し会、握手会の決済、あと15分です。皆さん会えなくなるの嫌なので、ぜひ今、やべ忘れたって方は今もう急いで、もうダッシュで払ってください。ぜひお願いします。今度の意見の漢字大丈夫です。意見漢字は私は3級持ってる、漢字検定3級もらって持ってるので大丈夫。順にはね、何点だっけ、2点か1点、1点か2点か3点ぐらい足りなくて落ちちゃいました。3級、うん、3級も違うの、漢字検定。みずみん、子育てするならせめて地元でした方がいいよ。絶対そうだわ、絶対そうなのよ。3級なんだ、漢字検定3級なんかな、待ってるよ。3級お手紙、漢字ドリルのコピー入れる。心配されてるじゃん、大丈夫だよ、みんなそこまでしなくて。英検持ってません、英語嫌いなので。英語嫌いだから、もうもらって、お手紙もらった瞬間もうすぐもうドクパパーイってしてました。そんなこんな誰が受けるかよって思ってたけど、絶対に受けといた方が良かったなって今になって思う。漢字はね好きだったんですよね、漢字の勉強とかもめっちゃ好きだったんですけど、ちょっと英語だけはねやる気になれなくてね、もうどっか行きましたね、どっか行ってました。ね、受けといた方が良かったなって将来になって思うんですよ。英語の歌詞が歌わり、英語の歌詞歌わり、本当にね、本当にやめてください、私には本当に無理なんです、英語の歌詞だから。私フェイント絶対無理なんですよ、フェイント本当に本当に絶対に歌えないから、本当に良かったと思いました。英語の歌詞だけは本当に無理、本当になんかお経みたいになっちゃうから本当にダメなんですよ、もう絶対お経になる自信しかない、本当にダメ。すごいなって思う、本当に尊敬する、本当に英語を歌えるの本当にね、本当にすごい。手紙が英語あり、うん、なんかこうやって英語見て、うん、ありがとうってなるかも。あの訳を書いてくれないとね、多分ね何もね読み取れれない。クレッシェンドはカタカナだから OK、 クレッシェンドはカタカナだから OK、 読む努力してよ。だって読めないんだもん英語、なんか訳書いてくださいぜひ。あ、単語ならいける、あの文章とかが無理、なんかその文法とかが私無理だから、単語なら多分いける、いけるとは限らない。
意な教科は道徳とか総合とか休み時間です。お話し会、海外の方たくさん来てくださりますよ。でもね、私もね、私に聞き取りやすいようにこう話してくださるし、頑張ってこう日本語で話してくださるので、全然ねすごい楽しいお話し会になってます。そうなの、海外の方本当にねお優しい、たくさん愛伝えてくれます。 I love you って伝えてくれます。なんで頑張ってみずみの理解できる日本語で、確かにな、まあ確かに頭いい人と喋るとさ、たまにあるよね、なんかなんじゃその単語、もう一回言って、もう一回みたいな単語とか出されるとさ、本当に通じなくなる。もうそれにしか頭回らなくなってさ、本当にその他のさ話通じなくなるから、本当に誰でも分かるさ単語で話してほしい。もう私のことはもう小学生だと思って分かる単語で話してほしい。本当になんか難しいさ、なんかちょっと英語の入った単語とか本当にやめてほしい。分かる。なんかあと訳詞が私本当に苦手なんです。私本当になんかその若者略詞みたいなのが本当に苦手で、私思い出したんですけど、高校生の時に友達がなんかバサキバサキって言ってて、バサキって何のこと言ってんだろうみたいな、バサキって何、なんか美味しそうでバサキみたいなこと言ってるのかなみたいな、なんかずっと分かんなくて、もうなんかでもさバサキって言う、なんでそこ訳すのみたいな感じ、もうなんかおいしそうだねみたいな感じで思って、もそこから何も入ってこなくて、でバサキってなんだろうってちょっと思ってた。もうね、なんかそういうさ、なんかさちょっと現代の若者が使うさ、なんかさ略し言葉みたいなのさ、あんまりさ使わないでほしい。わかんない、レベチはわかる、レベルが違うの訳詞でしょ、それはね大丈夫。なんかそのわかる、なんかさあんまみんながさ通る道じゃない道ってあるじゃないですか。なんかそういうのは難しい。私はそのバイトして通ってない、その短期しか通ってないので、そのスラングで意味する言葉のスラングも私分かんないのよ。分かんない通じない通じない。もうほら分かんないスラングって何、スラングがもう分かんない。そういうこと難しい、もう言葉がね難しいんですよ。もう世の中ありふりすぎてる言葉が。スラングなんか知らんぐ、本当にそう、本当に。なんでこうなったんだろう、生きてるはずなのにみんなと同じぐらい。親もバカだからかな。ダジャレは好きだ、ダジャレ大好き。ダジャレ大好き、みゆ。
親のせいに。だって親も言ってたもん、ママ全然言葉知らないからごめんねって言われた。だからママに聞いても分かんないから自分で調べてねって言われて育ってきた。で多分自分で調べなかったからこうなったんだと思う。それかもしかして北海道までそんな言葉届いてないのかな。でも考え事しててもそんな調べてこなかったからな。だからか、ごめんなさい、うるさいね、ごめんね、めっちゃ声響いた。だからか、だから先生が勉強の話してるとき難しい言葉使う先生の勉強本当に理解できなかったって。まずさ、そのさ勉強のさ、その教えてくれるその説明をするときになんかさ、そのスラングとか使われてもさ、何スラングってどこに載ってんの、スラングって何、スラングって何ってなったもん。あとあれなんかさ、社会の先生がよく使ってた、なんか何だったかな、なんか争いの争いみたいなこと多分ね、なんか英語出てたんですよ、何だったかな、なんか言ってて、私はその言葉が延々に分かんなくて、この先生はなんか前から何をそんな連呼してるんだろうと思って、なんか争いみたいな、争いなんか友達に、この先生なんかさめっちゃなんか何々って連呼するんだけど、これどこに何が書いてんのみたいな、何だったかな、忘れちゃった、それすらなんかカタカナでした、何言ってんだろうって思ってたら、そうなんかさ、そういうところ、そういうとこだよ。そういうの使われるとさ、勉強したくても頭に入んないじゃん。日本語で言えばいいのにと思っちゃう。だからもし先生がいらっしゃったら、ぜひ英語はあんまり使わない方がいいかと。こういう人がいるので、ちょっと難しい言葉はあんまり使わない方がいいと。調べなさい。 いや調べようと思って忘れるんだもんね、その時に言われてさ忘れちゃう。何だったっけ、何の単語だったかな、何だったっけな、思い出しそうで思い出せないんだよな。ディベートじゃないな、なんかな。ディスカッションでもない、なんかその日本語、日本史だ、日本史の授業、日本史のね、ディベートはね、討論みたいな感じじゃない、多分。わかんないな、なんて言ってたかな、デモクラシー。うわー、めっちゃ、ちょっと聞いてみます、友達に、中学校の友達に。なんかわかるかな、みゆがこうやってめっちゃ悩んでただけだから友達覚えてないかな。思い出せない、なんか思い出しそうで思い出せないな、ちょっと覚えてないです。なんだったまたもやもやだけが残ったね。何だったかな。何だったかな、忘れちゃった。うわー、もう時間か。悔しいな。何だったかな。ピューでもないな。もうちょっと。ちょっと頑張って私も検索します。ということでライブランキングを見ます。15位、ガミさんありがとうございます。
10位ベルベットさんありがとうございます。13位ナラナラさんありがとうございます。12位キラキラ星さんありがとうございます。11位サトシックさんありがとうございます。10位ブルーさんありがとうございます。9位クリンピーさんありがとうございます。8位ミツさんありがとうございます。7位パンチョさんありがとうございます。6位コウさんありがとうございます。5位玉龍さんありがとうございます。4位メキシカンサンタさんありがとうございます。3位アッキーさんありがとうございます。2位ウルちゃんありがとうございます。そして1位はあ玉薬拡散希望委員会ありがとうございました。皆さん玉薬たくさん使ってね。私は錠剤って言えるように言える大人になるように頑張ります。ではあとはなんて言ってたか思い出して寝たいと思います。では今日も見てくれてありがとうございました。明日も一日頑張りましょう。おやすみずみん。チョキ。バイバーイ。おやすみずみん。バイバイバイバーイ。何だったかな。思い出せそうで思い出せない。バイバーイ。なんか家業だった気がする。